はい、お疲れ様です。ホンパナッカです。今回ね、これ丹石さんが以前撮影してくれたシーンから始まります。今回は特にトラックっていうわけじゃなくてね、サンフラワーの船内をこうね、いろいろボラボラする動画になりますので、よろしくお願いします。こっちが ATC ですね。 ATC 建物あって、ね、あの辺にね、丹石さんおったんやけど、丹石さんもおれへん。はい、南港の ATC があって、はい、なんか背の高いビルがあります。これが7階の展望デッキの、なんか赤い煙突があります、はい、ちょっとフェリー詳しくないので分かんないですけど、はい、はい、じゃあここね、展望デッキからね、入ったところなんですけどね、この窓がね、またちょっとフェリーっていう感じでいいんですよ、はい、でここがフェリーの言うと中心部ですね。これ下にちょっとちらっと見える青い階段があんねんけど、ここでみんなめっちゃ写真撮ってた。もうここ写真撮影スポットですね。上に見えるんがプロジェクターで照らされてて、なんかこういろいろイベントみたいな感じで、はい、なんかねこの前も照らされてましたね、こんな感じで。はい、じゃあね、これもう出航もう寸前ですね。はい、これね、上がってるやつ何かなと思って調べとったら、ロロ装置っていう、なんかそういう装置みたいです。 RORO って書いてロロ装置っていうやつ。はい、ちょっとね、これ長かったんですけどね、カットしながら、はい、動画制作しました。でね、これ今下で作業員さんがね、こうロープ外したりして、今作業してくれる、もう出航前のシーンです。これね、なんか外して、ほんでロープがこう船内にこう取り込まれるシーンですね。なかなかこれ見る機会なかったんでね、ずっと撮影してました。こっちとね、あとね、後ろの方こっちもね、こんな感じでロープ外して作業されてます。そしたらね、これね、サンフラワーエンジンがね、うなりを上げてね、こう離れていくシーンですね。そう、もうね、僕のすぐ近くにね、子供ってうわー動き出したって感じで言っとってんけど、そう、もうおもろくておもろくて、そう、もうね、こうなんやろ、おっさんの僕でもね、ちょっとワクワクしましたね。ほんで作業員さんがね、こうやって青いこう電気光るやつ棒持って手振ってくれてね、いってらっしゃーいみたいな感じで手振ってくれて、はい、もうね、子供みんな手振っとったそう、これね、されるとね、嬉しいですね、こういうのはね。はい、でフェリーから見る南港の夜景ですね。まあ ATC と、まあこの辺のターミナルがちょっと見えるぐらいなんですけど、はい、こんな感じで、ね、トラックも綺麗にこう止められとって、ちゃんとなんか整理されてて綺麗なと思いました。はい、このね、で離れていくシーンがね、なんかね、良かったです。この波がこううわーってなってるシーンとか、こう分からんと思うねんけど、こうなんか良かったなと思って、はい、こんな感じでずっとね、これトラック、トレーラーの台車ですね、台車。なんかなんで映してんねやろこれずっと映してるなんか重もあったんかな。はい、これね、トレーラーの上に見えるこの通路みたいなのあるでしょ、横に長いこう通路みたいなやつ、これは
あのフェリーに歩いて乗り込む人の専用の通路みたいですね。これ乗り込むときね、フェリーに繋がってました。はい、もうね、今からこの真っ暗な海にもう出ていくんやと思うとね、そう、もうね、ワクワクドキドキですね。はい、まあ言っても夜中寝てましたけどね。はい、フェリーから見る南湖の夜景ね、結構これ綺麗でしたよ。 ATC がキラーっと光ってて、まだちょっと空も明るいから、うん、なんかいい感じやなと思って、ずっとね、まあ長いことこれ撮影しとったんですよ、ぼんやりずっと。はい、綺麗でしょ。はい、それでね、これね、どっかにね、本舗探石さんがね、あの撮影してくれてるんですよ。またちょっと見つけれたらね、あ、ここ探石さんおったって言ってくださいね。あ、これね、向こうの方にね、左向こうの方にね、青いトラックと白いトラック見えるんですけど、あれはね、あの富士ホールディングスのグループになった換気運輸のトラックですね。ちょっと見えますね。またね、換気運輸さんにもね、撮影行けたらいいなと思って、はい、思ってます。それではね、今日の動画は、まあ船内をボラボラする動画になります。自分で見直ししたんやけど、展望デッキ好きやなと思って、はい。あとね、明石海峡、夜にね、あの明石海峡の下を通過するシーンとかね、結構綺麗に撮れたんでね、その辺も見て、はい、楽しんでほしいと思います。それでは最後までよろしくお願いします。バイバイ。してんけど、明石海峡の橋の下を見るんは初めてです。めっちゃ寒い中入ります。今日はね、サンフラワーのここね、ドライバーズルームの部屋です。ここで一泊しました。一晩寝ました。ちょっと
ょっとエアコンがよう効いて暑かったです。じゃあね、今からちょっとサンフラワーうろうろしたいと思います。行ってみましょう。オートロックです。ちょっと行きます。よいしょ、はい、こんな感じで通路になってます。ここは6階ですね。よし、6階になります。カバン持ってけんかったよかった。じゃあここが6階ですね。6階こんな感じです。じゃあ上行ってみましょうか。上7階行ってみます。よし、よし、よっしゃ。じゃあ7階です。ちょっとあれやな、自撮り棒つけようか。じゃあね、ここ展望デッキ外出れるんで、ちょっと展望デッキ、よっしゃ。じゃあ展望デッキ出てみたいと思います。寒い、出るかな。今見えてないけど、何が見えてるかわからん。よいしょ、寒かった。外寒い。よっしゃ、はい、じゃあここは7階やねんけど、7階にね、お風呂があります。こんな感じでね、シャワーは24時間で3つぐらいあったかな。ほんで、ね、展望浴場があります。ここにありました。朝から入りました。こっちは、こっちも出れる。よっしゃ、7階の、じゃあこっちの大きい方の展望デッキ、こっちの展望デッキ大きいね。ちょっとほんとこっち行ってみたいと思います。よいしょ、寒い。よいしょ、じゃあこんな感じで、あ、船が止まってる。これどの辺やろうな、どの辺かわからへん。初フェリーなんで、今見えてる風景がどこら辺か全然わかりません。あと風が強いです。じゃあちょっとほんと向こうの方までね、行ってみたいと思います。なんかほら、昔もなんかこういうネタ出たけど、船がみんな向こう向いてる。サンフラワーくれないです。サンフラワーの煙突です。煙突かな。おー言うてるわ。旅客脱出集合場所。じゃあね、展望デッキの角っこです。ここサンフラワー紅の、これなんやろ、浮き輪があります。浮き輪があって、ここが展望デッキの角っこです。はい、角っこに立ちました。風が強い。ただいま、私本舗なんか風が強いけど、今展望デッキの角っこに立っています。ここ角っこです。はい、向こうにね、おじさん登ってきました。じゃあね、中に戻ります。もう風が強くて、じゃあ、はい、展望デッキ入り口、こんな丸い、こんな、よし、みんなね、ここにこうやって座って、
こうやって撮影してました。こんな感じで、はあ、夜真っ暗で何も見えへんかったけど、はい、オーシャンビューです。こんな感じです。よし、あとはここが昨日ね、天井ね、いろいろなんかやってました。ここ、こんな感じで、ここは7階ですね。じゃあ次8階に行きます。8階は外には出られへんのかな。もうね、絨毯ももうこれふかふか、すごいなんかふかふかですよ。これ模様が、あ、展望デッキありますね。じゃあ展望デッキ出ていきたいと思います。展望デッキここです。よいしょ、はい、ちょっと狭い感じの展望デッキですけどね。はい、じゃあ次中に戻ります。はい、ここ風がちょっと少なかったな。よいしょ、はい、じゃあ、はい、展望デッキから入ってきました。ほんでからシートがこんな感じに、ね、4つ4つ4つと置かれとって、ここでちょっとね、みんなくつろいでました。はい、昨日はここの階段のとこでFM 大阪のなんかイベントしてました。お笑いの漫才師の人も来とって、3組ぐらいちょっと漫才やっとってんけど、すいません、だちょっとだどなたか存じ上げなかった。はい、でも見てました。はい、面白かったです。はい、じゃあね、こんな感じでぐるーっと、こっちも展望デッキあるんかな。ちょっとちっちゃい感じの展望デッキ、8階はこんな感じでね、ちっちゃい展望デッキありますね。ちょっと行ってみます。一応8階も展望デッキの窓越しに座って、はい、船って全然揺れへんねんな。ちょっとタイタニックみたいになるんかなと思ってたけど、一個もなれへんかった。よっしゃ、じゃあほんだら、展望デッキ、よいしょ、よいしょ、はい、展望デッキです。ここもこんな感じで、もうここまでの展望デッキ、ちょっとちっちゃい感じですね。すごい静かに、波も静かに、穏やかっていうんかな、ちょっと表現の仕方がわからないけど穏やかです。はい、よっしゃ、ここは8階の展望デッキでした。はい、よいしょ、よいしょ、展望デッキね、この段差がね、あるんで気をつけてください。で、ここにエレベーターがあります。はい、こんな感じでね、8階ね、こういう感じで上から見たら、はい、です。じゃあ7階に降ります。有料のマッサージ機がありますよ。200円で15分。これがね、サンフラワーの案内してくれるやつみたいで、指で触れたら画面が変わるって、タッチ、昨日ね、昨日サンフラワーの社員さんにいろいろアテンドしてもらってた時に触ってたんですけど、ちょっとやっぱり僕手反応しないんで動かないですダメだ。ここ売店ですね。売店前です。売店前の椅子はこんなフェリーみたいな形になってる椅子があります。朝食は、大人が700円。よし、じゃあ朝食食べます。じゃあね、食券買って、食堂、レストランに入りました。じゃあほんとちょっと行きましょうか。ご飯食べに行きます。ご飯取ってきました。こんな感じです。はい、相変わらず下手くそ。よっしゃ、いただきます。いただきます。これな、
これ見てもらえる、ほらちょっと分かりにくいけどサンフラワーって書いてる。ごちそうさまでした。食事終わりました。食事レストランこんな感じです。しゃ。じゃあね、食事終わりました。もうね、もう到着なんかな。あとね、20分ぐらいなんですけど、到着まで。もうここ大分なんかな。もうすぐ到着。さあ、はい、じゃあね、今日ね、一日のフェリーの昨日何個出て、ね、ゆっくりさせてもらいました。じゃあ、ぼちぼちちょっと部屋帰って用意します。ここの角ではね、こうやってちょっと写真撮影とかするスペースがあって、こうやって船長さんのユニフォーム期待できます。奥さん用も向こうにあるんですけどね。開けるときはこのバーコードをここにかざしたら開きます。よっしゃ、ただいま。じゃあ帰るようにしようか。はい、じゃあね、とうとうで下船の時間が来ました。東亜運送のユニフォームに着替えて OK です。じゃあ本日も頑張っていきます。最後にね、あのこの大浴場をねちょっと撮影させてもらいました。これね、あの船に乗る前にサンフラワーの社員さんにね、アテンドしてもらった時に撮影していいですかって許可もらってまして、人がいなかったら大丈夫ですよということでね、あの特別に撮影させていただきました。が3つあって、でこっちに洗面台あります。でこっちに行ったら、はい、こんな感じで、でこの奥にね大浴場があります。よし、はい、じゃあちょっとね、大浴場誰もいないですか。はいここがね、大浴場でした。昨日ね、はい、ここでね、朝ゆっくりちょっとシャワーして、でね、お風呂ゆっくり浸かりました。はい、本当にね、よかったです。最後じゃあね、最後ちょっと大浴場の撮影だったんやけど終わりたいと思います。それではね、下船の時間になりました。はい、トラックでね、フェリー乗ったんちょっと初めてでね、今回ね、すごく楽しかったです。これはね、今回あの東亜運送の大分肘支店に新車のスーパーグレードの改装業務を兼ねた出張となりました。はい、あの本当にこんな楽しい仕事をいただきありがとうございました。そしたらね、この後ね、今からね、フェリーから降りて大分肘支店へ向かいたいと思います。途中でね、ちょっと動画切れちゃうんですけどね、今回も最後までありがとうございました。またね、あの大分肘支店の動画とかね、あと帰りの動画とかね、いろいろね、アップするんでお楽しみです。それでは皆さん、今回もありがとうございました。本舗なっかでした。ありがとうございます。もうちょっと続きます。別府降りて、ほんだらとりあえずね、右方向なんで右方向に行きます。これは国道じゃないな。とりあえず
左行こう。よっしょ。国道10号線を右。大分来ちゃいましたね。